山崎幸也、行く。ああ、オリックスバッファローズ。マジでチニドラはなんで阿部くれたんや。やっぱり阿部はいいバッターだったんや。マスター覚醒しすぎやろ。これは強打のチームからの救世主。このまま行けばまた楽天ポイント稼げるな。名古屋から仙台を救いに来た男。迫ってくる西武から逃げてソフトバンク追いかけてたらロッテが近づいてくるパターンあるんかな。チニドラなんでくれたん、こんな左を打てるピースを。このレベルの打者くれるってどんだけ強打なんや。中日ファン、ほんま感謝やな。マジでマスター打球が強いから A はハードヒットは正義よ。チニドラほんまさ、マスター放出はおかしいし、相手が枠井なのはもっとおかしい。チュニドラに今のはベイタラ泣いて喜ぶやろう。チュニドラオリクにはうんちしかよこさないのずるい。ちなみに木下も好きあらば追い出したいみたいやから、キャッチャー欲しいとこは中日にトレードの話すると映像。もうめちゃくちゃや。終戦やで、あさってに切り替えてけ。これもしかして勝てたりする？今の楽天強いよな。若手とベテランが噛み合ってるわ本当に。あとはマッサンだけだと言える。また負けかよ、もうええわ。ご視聴ありがとうございました。